丸物を着ては、2011年4月24日から7月3日まで、フジテレビ系列のドラマチックサンデー枠で放送された、テレビドラマ、安倍貞夫と芦田愛菜のダブル主演作。全11話。30代の独身サラリーマン、主人公が、亡くなった親友の忘れ形見である幼い双子を引き取り、懸命に育てながらも共に生きる姿を描く。安倍は、本作が民放の連続ドラマ初主演となり、芦田は連続ドラマ初主演となった。また、芦田は、第1話放送日における年齢で6歳であり、ゴールデン帯の連続ドラマ史上最年少での主演となった。共演の世良公則は1994年の白の条件以来、17年ぶりの連続ドラマ出演でもあった。子役の鈴木福の出世作でもある。また、放送当時無名だった、本田望結も出演している。なお、ドラマチックサンデーを一社提供で協賛する花王は、東北地方太平洋沖地震の影響により、提供クレジット表示を第2話まで自粛していた。番組中の花王の CM は、第1話から通常通り行われている。また、第5話から、花王の洗剤、アタック、ネオと、本作がコラボレーションした CM が、番組内で放送された。なおこの CM には、高木守の毎回恒例の、起きて、ノートが入っていた。初回視聴率は最低の 11.6% であり、同時期ドラマの中ではほとんど注目されていなかったが、回を追うごとに視聴率が上昇し、最終回視聴率は、フジテレビの連続ドラマでは2年ぶりに 20% を超える 23.9% を記録した。視聴率が高くなってくると、前評判の高かった裏の、陣仁との視聴率争いも話題となったが、最終的には、陣仁が逃げ切った。また、芦田、鈴木が、役名の、薫と、勇気、たまにムック、の名義で担当した、主題歌、〇〇もりもり、もエンディングでの二人のダンスの振り付けとともに好評を呼び、オリコン調べではシングルが50万枚を超える大ヒットとなり、このユニットで、同年12月31日放送の NHK、第62回 NHK 紅白歌合戦に出場を果たした。ドラマチックサンデーが非ネットだったクロスネット局のテレビ、宮崎や系列外の山梨放送、青森テレビ、テレビ山口も本作を時差ネットした。青森テレビとテレビ山口は陣仁との両方のネットを行ったことになる。最終回終了後に告知がなされたスペシャルドラマが2011年10月9日に放送された。2014年9月28日には、本作から3年後の動向を描いたスペシャル第2弾、丸物を着て、スペシャル2014が放送された。高木守は、大手文具メーカー、あけぼの文具のお客様相談室に勤務する、平社員。学生時代は、野球部に所属する万年補欠の捕手だった。ある日、野球部の同窓会が催され、森は、野球部時代にバッテリーを組んでいた、投手、笹倉純一郎と、久しぶりの再会を果たす。純一郎は、妻と離婚後、双子の薫と勇気を男手一つで育てており、この上なく慈しんでいた。それから間もなく、勤務中に、同級生から一本の電話が入り、純一郎が、末期癌で亡くなったと告げられ、森は激しく動揺する。純一郎は、余命いくばくもないことを周囲に、特に守に気遣わせないようにと、口止めしていたのだ。両親を失った、幼い薫と勇気は、それぞれ別の親戚のもとに引き取られることを、余儀なくされる。父を亡くした上、離れ離れになることは双子にとって、辛く悲しいものであった。それから数日後、勇気の姿が消えたと連絡を受けた森は、薫と共に探し回り、犬のムックを連れた勇気を見つける。親戚の元に戻ることを堅くなに拒む、双子の姿に、森は二人を引き取る決意をする。紆余曲折を経て始まった、三人と一匹の共同生活。森は、自分たちは、家族だと二人に説き、改めて自分の名前を伝えるも、薫と祐希は、森のことを、マルモと呼ぶようになる。森は、双子との間で、起きて、ノートを作り、不器用ながらも、家族となっていく。犬のムックは時折ジンゴを放し、森を仰天させる。森と双子に、実母の青木あゆみが接触する。子供を捨てたことに負い目を感じるあゆみは、母親とは名乗らず、双子を見守る。双子と家族として離れられなくなっていた森だが、妻との復縁を望んでいた純一郎の手紙を見つけ、双子をあゆみに返すことを決意。真実を知らされた双子は反発し、森と別れることを悲しむが、起きて、ノートの最後の言葉、離れ離れでも、家族を受け入れ、あゆみと共に旅立つ。一人残され、感傷に浸る森の部屋に、双子が戻ってくる。双子は、森と暮らし、あゆみは、離れ離れの家族として、これまで通り、双子に関わっていくことになった。再び守の元で暮らすことになった薫と祐希。学校が夏休みに入り、森は二人を大学時代の後輩である、藤沢大輔が営んでいる山梨の武道園へ連れて行くことに。そこで薫と祐希は、大輔の子供の翔太と七の兄弟と仲良くなり、思う存分夏休みを満喫する。そんな中、綾から、陽介が倒れたとの連絡を受けた森は双子を山梨に残して、東京に一旦戻ることに。武道園に泊まった薫と祐希は、翔太と七の父親と母親の理沙との関係があまりうまくいってないことに気づく。薫と祐希が森の下で暮らし始めてから3年後が経ち、二人は小学4年生に進級。薫はダンス、祐希は昆虫採集の真っ最中だった。成人の半分を迎えた二人は学校の授業で自分物語を作成することに。一方、森は双子の実母のあゆみからの一言をきっかけに、そろそろ二人をあゆみの元へ返すべきではと悩み出す。そんな中、上司の鮫島から彼のところへ、マレーシアへの海外勤務の話が持ちかかる。居酒屋、クジラの外観に使用された建物守が、双子と家族として過ごしていくための掟を書いたノート。各エピソードの最後に新しい掟を書き加えるのが、ストーリー上のお約束となっている。子供は子供らしく、犬は犬らしく、遠慮は無用うがい、手洗い、風邪ひかない好き嫌い、言わない、残さない好きでも嫌いでも、家族誕生日は家族みんなでお祝いすること掃除はちゃんとやること。足裏清潔、バイバイスリッパ、喧嘩した後はペコリンコビームみんなでみんなを、応援しよう離れ離れでも家族信じれば心もつながる。信じればカッパにも会える失敗してからが家族。カニでもカニカマでも美味しいカニチャーハン。晴れた日にはアタックネオでお洗濯、丸物を着てオリジナルサウンドトラック愛サイちゃん、福くんが総合司会。泣いて笑って2時間、丸々。元気もりもり、SP とは2011年7月3日。最終回直前の19時20時54分に放送された特番。主にドラマの名シーンや出演者の NG シーン、舞台裏を紹介する。2011年7月1日に収録が行われた。視聴率は 14.4%。バングラデシュでも、NENTV において2016年12月23日より、毎週金曜日の午前9時40分から放映が、開始された。ありがとうございます。